これからもどんどん広がるドライブヘッドの世界、みんな楽しみに待っててね。さらになんと今日は未来消防士のキュータが駆けつけてくれてますよ。さあ早速みんなで呼んでみたいと思います。お姉さんがせーのって言ったらキュータって呼んでくださいね。それじゃあみんな準備はいいですか。いきますよ、せーの、キュータ。さあキュータが乗ったこっちの方に後ろに行ってきたところに、あ、来た来た、未来消防士のキュータです。大きな拍手。さあ消防士さんも一緒に駆けつけてくれました。今日はありがとうございます。東京消防庁にはいろんな災害に備えた消防車両が配備されているから、未来から来たドライブヘッドやキュータにも紹介してあげるね。さあ今日はこのトミカになっている消防車両についてクイズを出したいと思います。みんなも一緒に考えてみてね。さあそれでは早速始めましょう。トミカ消防乗り物クイズ第1問。ちなみに1番は大型ブロワー車、2番消防指揮車、3番ブーム付き消防車となってます。みんなどれかな。おお、すごいすごいすごい、いっぱい答えてくれてるね。それじゃあね、お姉さんが今から答えを言いますよ。聞いててね。正解は1番大型ブロワー車です。正解したお友達に大きな拍手。はい、それでは車の解説を消防士さんにしてもらいたいと思います。お願いします。はい、大型ブロワー車はトンネルやビルなどの